ちゃんかくすけです。ヴィーナス&ブレイブスプレイズ出ていっています。はい、任せてください。そこのね、編成まではしたので大丈夫です。行きましょう。みんな、はい、行くぞ。まあこのメンバーあんまりレベル上げる必要ないんだけど、仲良くしたいっていう考えのもとでやっております。エクストラ出さないでね、下手に。メディアさんが行く。うん、オッケー。別攻撃が来ます。若い聖騎士さんがかサーセットちゃんが上がってくれるといいなっていう考えです。強さがえぐい。41。どうかな。よしよし、これでこの2人はくっついたでしょう、おそらく。あ、モルイベンさんから。あ、よし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 、1残し。なんて優しいモルイベンさん。空気読める。バルレンさんが行きました。いいぞ。やったね。まさかの、1残し。スピードバルレンさんの方が速いと思ったんだけど、バルレンさんが。攻撃力アップいいですね。はい。森の薬草だって、攻撃補助。あれ？補助か、これ。魔法使いちゃんかな。うん。薬草か。矢尻が多すぎる。あー、魔法使いさん関連全体的にか。確かに冒険者さんっぽい気も感じもするね。噂が途絶えちゃった。あら。なんと。まあ仕方ないな。ああ、祝福の日が来た。まだ大丈夫よね。衰退期ギリギリ入ってないから子供が生まれる可能性はあるよね。でも生まれなかったら今回交代ですね。わあ、3人もいるぞ。ディニファスさん、モルイベンさん、ディニファスさん、サラセッタちゃん。一気に弱くなるなぁ、この人たちが抜けたら。はい。はい。もう強さ突き抜けてたもん。ラグヒャンちゃん、ラグシャちゃん、シャッケルさん、アルメビアさん、バルレーンさん、強すぎる。誰か入ってくるかなあ。あ、8歳になりました。マルイベント、サラセッタちゃん。それは強いよね。マキシの子。難しいな。HP はもともと強いはず。攻撃力も強いはず。攻撃補助、防御補助で行こうかな。攻撃補助、回復力かな。十分高いもんな、回復力。攻撃補助、防御補助。もっと強く、もっともっと力を。ちょっと危ない子っぽい。はい。今回は、ちょっと構えていた。魔術師さん、シャナルさんか。シャナルさんはどうだったっけな。うん。はい。よしよし、新しい子はまだ来なかった。お、そこに、魔物がちょいちょい出てきたね。予言まであと2年じゃん。あっという間だよ。近くの人しか倒せないな、これは。ユージラットを倒したのですね。
はい。カオスバーンを倒したのですね。クリムゾンドラゴンを倒したのですね。はい、結果は以上ですね。うん。9人。はい。交代の時。あと2年だから1人ぐらい残しておいても。ああ、そうなの？そっかー。生まれないかー。いや、でも、アキシさん、ちょっと、最悪来るからなぁ。残しておくのもありだなぁ。うん。あ、侍さん。あ、じゃあ、その、魔術師さん。侍さん、21、24か。29、33なら魔術師さんかなモールイベンさん、サラセッタちゃん、生まれないな、仕方ないね。ちょっとサラセッタちゃんは交換しよっかな。仕方ない、ちょうど入った子に渡そう。ダルダモスさん、はい。いよいよ私もダウンを去る時が来たわ。最後に仲間のあんたにこれをあげる。うまく使えば活躍できるわよ。ありがとう、あんたの気持ちは忘れないよ。ありがたく使わせてもらうね。よしよし、いいでしょう、これで噂を聞く。フルミナに達人。達人はちょっと先に言っておきたいな。魔物が出るんなら先に言ってよ。先に言ってもらわないと戦うにも対処できないよ。だんだん言ってるよ。世の中腐ってる。騎士団、ちゃんと魔物と戦えよな。俺はこの、推起すべき世界について詩で表現するからさ。歌で。なんか、上から目線の人が多いな。お金持ちのみんなっていうところだから、かな。戦ってくれるのはありがたいんですけどね。あんまり街の中の物を壊さないように注意して戦ってくれませんかね。始末するのはこっちなんですよ。いやね、もうちょっとね。ああ、そっか。おじさんたちがね、おじさん以外はみんなありがとうっていう感じで言ってくれるのにな。うん、オッケー。ものすごく綺麗な人っていうのはアリアさんだな。こうやっていろんな人に話しかけるようになってるっていうことはね。今最悪はどのくらいのものなんでしょうね。あんまりそんなに騒ぐほどのものじゃない気もするけど、大最悪じゃないし。だからまあ牧師さん交換してもいい気もするんですよね。いい人が来たら交換しよう。はい、立ち続けてください。さて、このビットを倒して、関節攻撃力はダメで、あー、秘技伝授131日しかないのか。先にそっち行くべきかも。うん、そうしよう。いいえ、先に噂を聞いて。よっこいしょ。うそん。あ、ちょうどいいところに出てきたな。
達人はちょっと欠かさず聞いていきたいな。宝がもらえる。宝も十分な感じだからね。うん、あっちと同じこと言ってるね。うん、ありがとうございました。さ、何の達人だい？はい、あー、素早さか。まあでも聞きたいね。ベリアスの森の村。はーい、聞かないよりはいい。どこに出てきた？森の村か。はあ。おなあ、上から行ってきた。イルジャイアント倒そうか。あ、確認を忘れていた。イルジャイアント倒して、また下に降りる？どうだろうね。先に伝授してもらう？下行こうかな、先に。間違ったな、これ。左側だぞ、もうちょっと。遠回りしちゃった。よいしょ。で、祈祷師さんの素早さを地道に上げていきます。はい。この子倒すかね。強いんですけども、倒せるなら。あ、弱いじゃん。レベル8なのに弱いなぁ。エアビット、 HP が239、攻撃力は19。まあ弱くはないか。弱いって言ってごめんなさい。弱くなかった。あ、でも編成はしやすいよね。土を下げて、せっかく。ラグちゃんちゃん、調子悪くなっちゃったか。そうか。じゃあ、ちょっと難しいね。ブラッドが登場する場面だな。カルシャディルちゃんと。あ、この二人結婚してないのか、もう。そうか。この二人がくっつくとダメだぞ。ダメだぞ。難しいな。結婚がちょっと、結婚してる人はこの二人だけになっちゃったのか。そうなると完全に守れれば大丈夫だから、19の列だから。あ、土じゃん。カルシャディルちゃんは出られなくって、もうちょっと行く？エイド君の調子がすごくいいから出そうかね。ユマさん、うん、大丈夫だ、これで。よし。19だもんね。うん、余裕です。うん。なんだい？もうちょっと強いと思ったよ、君。うん、魔物が現れました。はーい。ゆーちゃんね。とりあえず、倒して帰ろうかな。
ギリギリ生まれるかもしれないぞ。みんな、行くぞ。補助が多分すごかったんだな。オッケー、いいぞ。順調にレベル上げられてるね。うん、バルレーンさん攻撃補助アップ、いいぞ。はい、魔物はまたやってきます。はい、さ、一回帰る。はい、うん、うん、大丈夫です。何か起こるかな、イベント。あ、起きない。そっかー、あー、いなくなっちゃった。悲しいね。もう演術師さんとラグシャちゃんくっついてほしいんだけどな。あ、酒場行って、うん、どうだ。あ、うん、まあ行ったところで入れるかは分かんないけど、あんじきんだけ手に入る。面倒なやつだね。こんな時だから少し手当ての勉強してるんだ。気がする人も多いでしょ。本当は画家になりたかったんだけど、こんな世の中だからね。うん、いい人だな。早く戦いが収まるといいね。王都の広場に出た魔物見ちゃったんだ。災いの翼っていうのか。あいつは危ねえ。うん、いつ倒せるんだろう。エルミナ市長の娘のことについているし、シダムライ、あの人、あの娘のことは、あ、言ってたね。ねえ、はい、まあ一応聞いとくけど、正義の紋章良さそう。気が向いたら、タイミングが合えば、して、どうしよっかな。次、あのバルキリーさんが来るんでしょ。入れるかね。はい、 OK です。
見どころだね。あ、グー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 。モルイベンさんの子供って生まれたっけ？魔女ちゃんとの子供。記憶にないんだよな。こんな強いのに。やだよ。こんな強いのに、子供生まれずに手放すなんて。この二人の子供ももっと欲しいし。どうしよう。叱られるけど、すぐ帰ろう。叱られるけど。生まれてくれ、お願いだから。お願いだから。くぅ。きついなぁ。生まれてくれ、お願いだ。うはぁ。あと一回、あと一回やって、生まれなかったら諦める。てくれ、お願いだ、お願いだ。くぅ。ダメか。仕方ないな。遠征します。はい、真面目にやります。悲しいな、あの二人。は比較的早く終わっちゃうんだよね。ジャイアントも早いんだけど、あ、ちょっと待って。森マウスと鳥かな。よし。森。1100もないじゃん。攻撃4。攻撃8。複数攻撃7。この人は。を火属性で。この二人強くしたいよね。強くしたいっていうか、くっつけたいよね。こうやって。34。速さ的にこの子が最初に攻撃して、80いく ?80 はいかない。この2人の攻撃ね。うん、OK。 属性、そうか、シャッケル狙われるとちょっと厄介だけど、まあいっか、倒れはしないね。うん、これで行こう。ん？あ、ちょっと行きづらいとこにあるね。よいしょ。はい。はい。よし、大丈夫。行きましょう。敵が先に攻撃してくれて、シャッケルを攻撃してくれるといいんですが。あ、ラルシちゃん乗っちゃった。そうですか。いさいさ、ラグシャちゃん強ーい。うん。お、また。いや、ありがとう、ありがとう。こんなエプダイメになったのは何年ぶりだろうな。前にも魔物が？ああ、そうさ。その時は若い衆が肉をつけた矢をたくさん隣村に投げ込んでくれた。肉の匂い嗅ぎつけて、
天野の目標がそれてくれた時には心底ほっとしたぜ。知恵の勝利よ。あんたたちほど腕は立たねえが、彼らも立派な勇者さ。なんか嫌だね。何が知恵の勝利だ。エドが出る。自分たちの村さえ無事ならそれでいいのかよ。エド、リリーとガレフはそういう人間じゃないぞ。うん。え？バルクウェイさえ平和ならいい。そんな気持ちであいつらは手段をやめたんじゃないんだ。えへ、慰めはいいよ。ブラッド団長もフーリ姉ちゃんもいい人だな。父さんや母さんのことを絶対悪く言わない。別に気を使わなくてもいいのに。実際そうだもん。そんなわけじゃないもん。いつかお前にもわかる日が来るさ。そうね。んでー、買い替えてもいいな。倒すか、近いし。グリパン倒せるかな。風属性攻撃が 4×4 16、回復22、烈攻撃12プラスの12、24くらいか。結構強いね。はい、できれば倒そう。できなかったらもう一回帰ろうかな。この二人、この二人、いや強いな、強いな。次風属性ね。あ、土じゃん。土、別にシャッケルとくっついてもダメではないか。うん、ゆまちゃん、役にしたいな。オルイベンさんと仲良くなったってすぐにいなくなるし、腕もいっか。よし、じゃあ大丈夫か。ブラッドボール回復力がえらく下がっておりますが、まあ、67の体力あれば大丈夫だね。攻撃力低く。でも、あ、今ちゃんの調子がいいや。こうしとこう。いや、でも守ってあげたいんだよね。大丈夫か。この人は風属性ね。体力20あるならきっと大丈夫。以上、守らないと無理だった。やっぱブラッドの防御補助13か。防御補助な。いや、これはちょっとダメかもしれない。帰ろう、一回。うん、帰ろう。
ブラッドの調子が悪いのは良くない。なんだあの人、初めての顔だぞ。これ5年と4年と2年、左からだな。次行くとしたら、うわー強そう。攻撃力倍化のパターンか。あー、最初の方にがっつり壊さんと倒さんといかんな。一回帰ろう。一回帰って左から向かっていこうね。かゆい耳が、あ、30分経っている。はい、オーリーマウスしか倒せなかった。ちょっときついのかもしれない。はい、なあ、あ、まあまあ、今可能性あるのはこの二人の子供しかいないのか。あー、苦しい、苦しいなー。全体的に年齢が上がってきた。うん、まだお宝はいらないんだよな。探してる時間が無駄だからね。一応聞くけども、フェブロットだけね。うん、マリスベイね。人って見張りだけしてればいいの？あ、なんかゆっくりと出てきたから、なんかイベントかと思ったけど違いましたね。うーん、あんまり気取りになるんだ。まったく、素直に褒めることはできないのか。私だっていいと思っているぞ。他の人たちが他の仕事をしっかりしてるのもね。ウィッペルとかね、大体一緒なのは分かってるからね。そんなブーブー言わんでもな。よし、じゃあ行きましょうか。セーブしてね。終わりましょうか。行きましょうじゃない。終わりましょうか。はい。それではご視聴いただきありがとうございます。次回かそのさらに先あたりで最悪が来ると思います。頑張りましょう。ご視聴いただきありがとうございました。